皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今日はカイエンクーペのデモカー制作続きをお伝えします。一応ですね、名義変更も終わって大宮ナンバーになりました。そしてですね、エアロ最終的に決定しまして、一周と、あと今回ボンネットはなしになっちゃいました。最終的に商品車になるんで車両価格が高くなっちゃうんで、今回ちょっとボンネットなしになっちゃったんですけれども、いや完成したら俺欲しいよっていう方いらっしゃいましたら、コメントいただければ、ボンネット作業でもしかしたら途中で追加になるかもしれないんで、ボンネット代出してもいいんで、もうぜひ最終的に仕上がった車俺買いたいっていう人がいればぜひお声かけください。とりあえずボンネットなしで一周で行く予定です。ホイールはテックアートの、サイズそのまんまなんですけれども、テックアートのホイールにする予定です。でフィニッシュいろいろ悩んだんですけれども、ポリッシュになるみたいです。一応車のイメージ、黒でもかっこいいんですけど、デモカーっていうことで、一応ポリッシュのホイールが装着される予定です。そしてですね、今日内装のカスタマイズをちょっと触っていこうかなっていうことでボンドボディに来ております。で、内装のカスタマはステアリングと、あとアームレストと、あと何やるんですか、フロアマット、はい、を今日取り外しちゃおうと思います。で早速僕がこのハンドルとアームレストを外していきます。ボンド本当にそういう風に作業やってるのって真に受けないでくださいね皆さん、はい、あくまで動画のネタなんで。で一応ここにデックアートのロゴをどっち向きですか、こんな感じですか、はい、はい、入れる予定なんでこれを外して送ります。えいっつって、はい、あ外れちゃった、はい、これを送りたいと思います。そしてハンドルも交換します。ちょっと細かい仕様に関してはここのウッドは生かしたまんま、ここをアルカンターラのパンチングにするそうです。でパンチングの穴の中を白に、ブレーキのキャリパーの色に合わせた色にするみたいです。でここにパイピングを入れたかったんですけど、ここ分かりますかね、この境のとこですねにパイピングを入れたかったんですけれども、ちょっとここを触らないとできないということで、はい、今回はちょっとここだけの張り替えでいきたいと思います。でこの辺も塗るんでしょうか、ここは塗りません、はい、塗らないんですね、そのまんまでいく感じですね。なんで今回はこのウッドで、こっちのパネルもウッドだったんで、ちょっとその辺を生かして、そのまんまでいきます。で一応技術的には、こことここと全部まるっと変えちゃうなんてこともできるんですけれども、一応今回の場合はそんなような形で進めていきたいと思います。でもちろんこの辺も、塗ったりなんかもできます。この辺のダイヤル塗ったりとか、なるほど、ちょっと触り心地よくするみたいです。あ、テックアートに、はい、変更される予定です。ここも触らない、白にしようかな。いいですね、はい、ちょっとアクセントにここに白が入る予定です。で、ステアリング加工すると外して送ってになるんで、その間運転できなくなっちゃういます、普通は。なんで今回それだと困っちゃうんで、交換用にしたら随分豪華なんですけれども、はい、こっちに交換します。替えのハンドルがあれば、ちょっとそれ使っててもらって、帰ってきたら戻すなんてこともできますんで、その辺をご相談いただければモンド各店で対応が可能です。ちょっと交換していきます。はい、じゃあ早速エアバッグ交換していきます。エアバッグはこいつをえいっつって取れちゃいましたね、はい、取っちゃダメだよ、ダメだよ、取らないでよ取っちゃダメだよ、だから。じゃあエアバッグが取れたら続いてハンドルなんですけど、これが大変なんですよ、こうやってえいっって、はい、取ります。変わった、だから取っちゃダメだよ、ネタなんだから取らないでください。じゃあ純正のハンドルが外れましたら、この仮付け用のハンドルをこうやってえい、合体、はい、そしたら最後にエアバッグをえい、OK です、はい、というわけで一応今仮付け用のハンドルがつきました。交換完了しました。これでいいんじゃないもんパイピングも白だし、このパンチングの穴の中も白だし、もうちょっとこれでいい気が してきましたね。ダメ？ダメです。ダメですか、はい、ちょっとモード切り替えボタンとかもなくなっちゃってるんで、ちょっとしばらく1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月半ぐらい、はい、ちょっとドイツの方にハンドルを送りまして、ちょっと帰ってくるのを待ちたいと思います。イメージ的にはもうできてきました、このパンチングと、あとこのパドルの裏のレザー、やっぱりこの触り心地がパドル操作した時のおっていう、やっぱりここ大切ですね。
ちょっとじゃあ火口から戻ってくるのを待ちたいと思います。はい、というわけでパーツが戻ってまいりました。いや早かったですね。実際はどんくらい ?3 週間くらい1ヶ月くらいかかってるんですけども、はい、で戻ってきたパーツがこちらでございます。ちょっと端から見ていきましょうか。でまず取り外したステアリング、こんな感じになって戻ってまいりました。まあ上下のこのウッドの部分に関しては今回触らずということで、純正のそのままの状態になってます。でこちらの握る部分、ここをアルカンターラにして、この中を白のレザーにしています。で見ていただきたいのは、このパンチングの穴も全部ちゃんと丸になってるっていう、まあ、他のステアリング比べていただきたいんですけども、結構穴が潰れちゃってたりだとか、まあ、あとはこの辺の伸ばしたりして穴がこう伸びちゃってたりするステアリングなんかも結構社外多いんですけども、テックアウトはこの辺の補正、はい、レザーの貼り付けもかなり綺麗に出来上がっております。そして今回このパドルですね、こちらの裏側を同じく白いアルカンで、貼り付けてあります。なんで、まあ、質感がすごくいいと、これすごくおすすめです、このメニュー、はい、そしてこれに合わせてこのモード切り替えのスイッチ、これも今回白に塗ってあります。こんな感じです。ちょっと伝わりますでしょうか、はい、こう塗った感があんまりない、ちょっと純正で最初から白いスイッチのような、はい、そんな質感で仕上がっております。はい、そしてこちらがアームレストですね。まあ、基本的には変わらずなんですけれども、この真ん中にテックアウトのエンボス加工をしてもらいました。おそらくこれレザーを1回全部剥がして、はい、剥がしてあのエンボスする機械でガチャンってやったんじゃないでしょうか。これちょっとしたところですけど、かなりインテリアのアクセントになってかっこいいですね。そしてあとはフロアマット、こちらがトランクのマットですね。ちょっと運転席のマット出したんでちょっと比較してみましょうか。こんな感じです。こちらが純正のポルシェのマットでございます。比較するとこんな感じです。まあもちろん右ハンドル用に作ってますんで形もこんな感じでほぼ一緒、まあ当然ですね。でテックアウトの方は一応この外側を白のレザーで、この黒のステッチで縁取りしてあります。そしてここちょっと余剰巻いちゃってますけど、テックアウトのロゴもバッチも入ってます。でこちらのマットが固定される部分、こちらはまあ純正同様のものを、同等のものを使ってますんで、まあ、しっかり取り付けて使うことができます。で裏側は純正だとちょっとこの固めのファブリックなんですけども、テックアウトの場合だと、まあ、かなりしっかりしたラバーのマットになります。で毛足なんかに関しては、まあ、純正と同じぐらいですかね。ちょっと質感違いますけれども、かなり似た感じの質感で、ちょっと純正っぽさも残しつつ、まあ、しっかり踏み心地変わるとかなり変わってきちゃうんで、この辺なんかもだいたい似た感じの、はい、マットになってます。でこれ全部オーダーできますんで、まあ、ボディカラーだったりだとか、今回はキャリパーの白に合わせて白にしたんですけれども、まあ、好みに合わせていろんなものが作れるようになってます。でもちろん右ハンドル左ハンドル、あとはフロアだけトランクだけなんていうのもできますんで、まあ、お気軽にボンド各店までご相談ください。はい、でこちらがスカフプレートのところのイルミネーションですね。これを交換します。でこれは電源取って光るようになります。で純正だと、まあ、金属のヘアラインの、うちの車だと海燕ターボって入ってるところなんですけども、それを丸々交換して、テックアウトのロゴにします。でやっぱりこの辺変えると乗り込んだ時にこう目つく部分なんで、まあ、非常に満足度も高く、おすすめの部品ですね。頑張って交換します。はい、今日はエアロパーツが全部届いたんで端からちょっと見てみたいと思います。こちらです。一応車の形になるように並べてみました。順番にちょっと見ていきましょうか。一応これがフロントのリップスポイラーの部分です。全部樹脂製でかなりしっかりした作りなのが映像でもお分かりいただけるんじゃないでしょうか。これと上と下の別のパーツになってますね。でテックアウトの場合、本当にその性能をスポイルしないように作ってますんで、まあ、この辺のダクトの作りとか、あとこの辺ですね、まあ、結構切りっぱなしでエアーどこ行くのみたいなエアロも少なくないんですけど、テックアウトの場合ちゃんとこういうエアーの流れも全部計算したパーツ構成になってます。で物がすごくしっかりしているのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。これも完全に自社で製作しています。いやー
シンプルですけど、ちょっとアクセントが効いていい感じじゃないでしょうか。そしてこの辺はボンネットのバッチですね。これもポルシェのエンブレムからこのテックアウトのエンブレムに変えます。しっかりしたかなり金属製で純正ボルトオンで装着可能です。でちょっと外装から飛んじゃいますけど、ペダルもテックアウトのペダルになります。一応アクセルのペダルがテックアウトのロゴ入りのものに、純正結構やぼったいというかちょっとシンプルで味気ないペダルなんで、かなりアクセントになるんじゃないでしょうか。そしてこちらが装着予定のフォーミュラー6、一応今年から新しくリリースされたデザインでございます。最近だと体感なんかにも履いたテイザー画像がもうアップされてたりするんですけど、一応フィニッシュがいろいろ選べます。でもちろん単造なんですけれども、今回単造の良さを生かしてフルポリッシュにしました。で軽さも当然かなり、ちょっと測ってないですけどかなり軽いです。なんで、まあ、カイエンターボの性能を十分に生かすことができるホイールじゃないでしょうか。でポリッシュがこうキラキラした感じ、これはやっぱり単造ならではなんですよね。で鋳造だとこう単造と金属の密度が違うんで、ここまでピカピカにならなかったりとか、まあ、あとは巣穴なんか出てきちゃうんで、あんまり鋳造でできないフィニッシュなんで、まあ、この辺のポリッシュの仕上げに今回しました。センターキャップも同様にポリッシュの仕上げになってます。でテックアウトの場合、純正のタイヤが全部使い回せるようになってるんで、純正の22インチのタイヤがピッタンコでつくサイズになってます。そしてボルトなんかも純正のボルトが流用できるように製作されてます。そして後ろ行きましょうか。後ろが結構今回、見どころが多い構成になってます。でまずこれリアのガーニッシュのところ、はい、ポルシェのロゴのところが全部テックアウトのロゴになります。でちょっと映像で伝わるか分かんないんですけど、なんとこのロゴアクリルの透明です。真上とか真下から見るとお分かりいただけると思うんですけど、で立体感が出てると、はい、でこれでかなりリアの印象が変わってくるんじゃないでしょうか。そしてあとはメインとなるのはリアのディフューザーとマフラーです。でマフラーに関しては基本的に純正でスポーツエキゾーストもついてますし、まあ、性能も十分なんで、本当に出口の、まあ、リメイクというかそんな感じになります。でパイプとそれに合わせたマフラーのカッターで、片側にはテックアウトのロゴもしっかり入ってます。でドライカーボン製で二重の構造になってます。これ多分なんですけどレムスとかとかなり似た構造なんで、もしかしたらその辺が作ってたりするんじゃないかなっていう僕の勝手な予想です。で同様純正同様4本出しになってます。であとはリアのディフューザーですねは3ピース構造になってます。アンダーパネルとあとはメインのバンパー下側ですね、あとディフューザー、この辺なんかも見ていただけると分かるんですけれども、かなりしっかりした構造で、なんちゃってディフューザーじゃなくてしっかり空気を抜いて流速を上げる重要なパーツですから、かなりしっかりした作りになってます。であとはその他アンダーカバー止める部品とか、あとはマフラーの取り回しが若干変わるんで遮熱板だったりだとか、あとはマフラーの出口のガーニッシュなんかもパーツ構成に入ってます。はい、で今回ご紹介させていただいたこのセットの他にも、例えばホイールをフォーミュラー5も取り付けできますし、まあ、あとはカイエンクーペじゃなくて普通の SUV につけるんであればルーフスポイラーの設定とか、あとは今回つけなかったんですけどボンネットの設定なんかもありますんで、まあ、組み合わせによって、まあ、お好みに応じて、まあ、いろんなものがご提案できるようになってます。であとはマフラーも今回出口だけなんですけれども、もう全部前から後ろまで変えたいっていう人はそういった設定もございますんで、まあ、そういった部分でも楽しめるようになってます。はい、というわけで今回はテックアートカイエンクーペの続きをお伝えしました。次回からいよいよ制作がスタートいたします。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。